はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もドラクエモンスターズ2イルヘンプレイしていきます。さあ前回ですね、この2つの天空の兜と鎧を手に入れまして、あと1つを探しているという状態ですね。というのも、このね、書いてあるかな、魔王が集めている鎧と書いてあるんで、はい。で、無道ですよね。魔王っていうのは無道なんですけど、そいつがね、マルタのへそを持っているみたいなんで、まあこれと交換してもらおうっていうことですよね。じゃあやっていきましょうか。で、能力はこんな感じで、はい。さて、まずこの塔に行って、移動すんのかな？吊り橋。最初来た時以来ですね。誰もいないんだ。よし。そして、お、ゴールド。280。ありがたい。で、下のとこ行ったらいいのか。すごい悪そう。ここに魔王いいんじゃないの？うわ。ここは死者の城。死者たちの王が今でも住んでいる城だと言われている。魔王軍の兵士といえども、この城の王のいるところまでたどり着いた者は誰もいない。あ、宝があると。よし。すごいな。お、いるな。いるけど。ここに現れる魔物は、ここで死んでいった者たちの慣れの果て。気をつけないと俺たちもすぐに奴らの仲間になるぞ。なるほど。荒れてんな。で、モンスターは？あ、バブルスライム出てくんだ。じゃあまあ普通に。そんな強くないよな。まあこいつはもう強くなってるんでね。ここら辺は片付けていってほしいところ。大丈夫ですね。よしと。よしと。経験値は？あ、まあまあくれんな。マルマイン上がった？マルマイン限界来そうで怖いな。はい、じゃあこんな感じで攻略していきます。さあ、さらに入って、お、こいつナイトリッチ。我が城の魔物たちを恐れずにここまでたどり着くとは。子供ながらその勇気には私も感服した。しかし宝が欲しいのなら、この私を倒してからだ。よし。楽勝じゃないかな、ナイトリッチ。じゃあ命令していきますか。マジックバリアではないと思うな。スクルトで、ここは爆裂剣のバイキルト。ベホマラーも覚えたんでね、相当楽に戦えると思う。あー、さっきこっち出たか。バイキルトしてからの方が良かった。で、あ、なんか呼ぼうとしてる。呼ぼうとしてんな。じゃあ舐めるか。舐めて、当然の爆裂剣で、もう一丁バイゲート。よし。あ、食らったぞ。これめっちゃ強いんじゃない。うわー、めっちゃ食らってる。すごい打点。うわー、攻撃で爆裂剣で、で自分にもかけるか。楽勝じゃないか。爆裂剣、爆裂剣強い。このパーティー強い。マルマイン攻撃して、マルマインが、お、6000。まあマルマインはね、もう結構上がりがいいんで。よし、どうだ。私を倒すとは見事と言うしかあるまい。敗れたからには潔く宝を渡そう。さらばだ。天空の剣。よし。じゃあこれを無道に渡しに行きましょうか。さあ来ました。持ってきたよ。あれ、持ってきたのに。あ、集めてきたよ。間違いない。よし、城の中に入れ。これでマルタのへそゲット。で、魔王様のおられる魔王城の守りは完璧。あ、そうなの。あ、確かに守ってんな。あなた様。壺の中。ああ、壺は悪魔の壺な。あ、小さなメダルあった。将軍。あ、アンクルホーンだ。わしは魔王軍の将軍である。三つの宝を集めたらしいな。それでは魔王様からの伝言を伝えよう。三つの宝を持って謁見の間に来るようにとのことだ。魔王様の城までは奥にある旅の扉を使うがよい。お、旅の扉用意してくれてんの。
どうなんだ。手が込んでるな。どこだこれ。あ、ここなんだ。どうやって来るんだろうと思ってたんですけど。なるほど。ここか。ああ、なるほどね。スカイジの雫。これ壊しても意味ないか。じゃあ、行きますか。お、なんだ、ここをクリアしていくのか。ダンジョンっぽいぞ。ん？あ、いるな。ちょっと、あれ？どこにいんだ？え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？生きて帰さん？呼ばれたのに？これかな。どれくらい強いんだ。あー、こっちの方はスピードあるんだよな。ちょっと効率が悪い。火炎斬り。あー、大したことないな。稲妻。あー、結構大したことあるわ。大したことあったわ。爆裂で。意外に硬いな。あ、意外に強いぞ。あ、マジで。普通に今ので決着つくかと思ったんですけど、爆裂、爆裂。いや、強いな。よし。うわぁ、2500か。奥になんか宝あんの？あ。なんだ、いんのか。どうなってんだ。じゃあ、攻略していきますか。あ、そしていますね。奥の方に。この鋼の牙っていうのを手に入れて、これで攻撃力が50アップしています。うん。よし、いいんじゃないかな。おい、なんだよ、これ。よくぞここまでたどり着いたな。まずは褒めてやろう。さあ、持ってきた宝を見せてみろ。あ、渡すの？渡したらダメじゃない、この待遇。あ、約束通り、珍しい宝だな。いいだろう。俺様も約束通り、お前の望みを叶えてやろう。あ、マジで。だが、望みを叶える者にふさわしいが試させてもらう。あ、そうなんだ。武道、はは、シックスを思い出すな。マルマインが、ここはマジックバリア。で、もちろんの爆裂剣で、バイキルト。よし。あー、先に出るか。先に出るか。やっつけろ。こいつ、この野郎。うわ、マジフバーハとかないぞ。あ、意外に大丈夫。スクルトもやっとくか。あ、舐めとく。舐めて、で、バイキルトかけていこう。あ、炎だな。エホマラ撃つか。100、100。よし。いいよ。あ、無能効かないか。であれば、素直に攻撃しとく。で、ベホマラーで。いいんじゃないかな。ベホマラーがでかい。いくつぐらいだ？ゴイル吹雪。わあ、強いな。ちょっと100列なめいけそうな気がするんだけどな。自分にもかけて。ムドちゃん。あ、無理だな。ムド。さすがに100列なめ無理だ。激しい。ウバーハ欲しかったな。爆裂剣。まあ、ひたすらこのローテでいいかな。こき。炎。ちょっと回復させておいた方がよかったか。爆裂。爆裂。いい感じ。意外にタフ。爆裂して、ベホマラ。ベホマラ、ベホマラ。ベホマラ強い。爆裂剣。どうだ？まだか。あ、よし。さすが。爆裂剣ほんと強いな。12000。丸前のレベル上がったよ。よし。みんな上がるか。上がりますね。どうだ？ちょっと待った、いる。参ったよ。俺が悪かった。え？
どういうこと？マジで？カメハだったの？宝を集めてきたのがまさかお前だったとはな、イル。どうだ？驚いただろう？魔王とは俺のことなのさ。へその代わりを探すうち、大きな鳥に連れさらわれて、巣の中の宝箱から光のオーブを見つけたんだ。でもオーブはマルタのへその代わりにはならなかった。そこで俺はオーブの力で魔王になり、部下たちに命じて、あ、ついにへその代わりを見つけさせたんだ。お前にも見せてやるよ。向こうの部屋に置いてあるんだ。うわ、すごい。いいの？すごいな。あ、マルタのへそじゃないのそれ。どうやら俺の勝ちだ。調子に乗って宝探しを続けていたが、もう終わりにするよ。そろそろ帰らないと親父も心配しているかもしれないからな。話はすべて聞かせてもらったぞ。なるほど、そういうことだったのか。誰？あ、こいつ？狭間の王ドーク様が留守の間に魔王の名を語る者が現れ、正体がまさか人間の子供だとはな。なかなか面白い話ではないか。なんだお前は。何しに来やがった。見ての通り偽物の魔王を倒しに来たのだ。しかもいつも邪魔ばかりするガキも一緒とは運がいい。まとめてドーク様への手土産にしてくれる。戦闘どうした？なんだ何が起こったんだ。あ、ドーク来た。待ちなさいダークマスターよ。そう早まることでもないでしょう。この者たちは私のために苦労して宝を集めてくれたのですよ。俺が集めた宝が。お前か、俺の宝を返せ。はじめまして、礼儀正しいな。私の名は狭間の世界の王ドーク。ファファファ。宝を返せ。この世界の宝は私のものですよ。それに私も今まで散々横取りされましたからね。意外とあなたたちと似た者同士かもしれませんよ。私にとって他人が羨むもの、妬むもの、それ自体そのものが宝となり、私の力となるのです。あなた方に理解できますか？この力の意味が。壊れんの？私こそ真の魔王ドーク。私が留守の間に、あなたには部下たちが大変お世話になりましたね。全く不甲斐ない。部下を持つと苦労しますよ。さて時間もないことですし、本題に移りましょうか。あなた方の探しているマルタのへその代わりのものが、返していただいた宝の中にありましたよね。それがマルタを救うためには必要なのでしょう。ファファファ。よろしければ、今まで集めた宝と交換して差し上げますよ。悪い話ではないな。はい。商談成立。あなた方には今日の記念にこの鍵を差し上げましょう。この鍵を使えば私の城まで来られるはずです。残りの宝は私の城まで持ってきてください。いい人。狭間の鍵。後ろのダークマスター何やってんの？私たちは歓迎の用意を整えてお待ちしてますよ。それではごきげんよう。どうする？あ、命拾いした？あ、決着つけるか。今ここでいいけどな。俺の宝がみんな持ってかれちまった。あいつ、俺の宝、みんなに集めさせた宝を。それより大丈夫か？あんな話に乗っちまって。これまでお前が集めたへその代わりの宝まで、白い持ってこいだなんて、きっと罠に違いないぜ。あ、声が聞こえる。ワルボ、大変なことになった。ああ、マジか。マルタも大変なことになってる。あ、カメハも一緒だよ。奴の力に邪魔されたのか、すごいな。しかし厄介なことだぞ。だがその前に一言だけ言わせろ。おい、カメハ。お前ってやつはどこまでのんきなやつなんだ。へその代わりを見つけたらさっさと帰ってこいよ。確かにお前のせいだからな。うるせえ、お前に言われなくてもよくわかってるよ。へその代わりをもう一個くらい見つけてやろうと思ったんだよ。俺はとりあえず城に帰るからな。あばよ。カメハ一人を責めても仕方なかったな。もうマルタに残された生命力もわずかしかない。うん、どうした？悪棒でも無理？わあ、マジか。もう驚いてる暇ない。ああ、宝預かってくれてんのか。マジか。ちょっと格闘場行ってくるわ。以前のリベンジに。あ、
格闘場閉まってる。マジで？そんなやばいの？そんな水来てる？確かに水来てんのか。うわ、格闘場でリベンジ、うわやばいな。やばいことになってんな。なるほど。はい、ということでね、かなりまずい状況になってて、格闘場にも行けないんで、次回ね、この狭間の、はい、扉をクリアしたいなと思います。ということで、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気に下がっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。